ねえ弟子。助手だ。師弟関係を結んだ覚えはない。助手、次回のお話は？アイドルからの依頼を受けて屋敷の宝石を守るって話だ。なるほど、やっとミステリーっぽい内容になってきたね。ああ、新しい探偵も見つかったからな。これで君のハーレムも加速するね。早速また作品のジャンルをねじ曲げるな。次回第3話、それがユイニャクオリティ。コメディー界の匂いがする。